はい、ここにね将棋のルールって書いてるんですけど、王を取ったら勝ち、取った駒は好きな場所に打てる、敵陣に入るとなることができる。へえ、将棋のルールってすごいシンプルなんですね。もっと難しいもんだと思ってたけど、ちょっとやってみようかな。うん誰だよまあまあまあ、この多分おっさんにね勝てばいいんだろうね。じゃあまあなんか法とかあるのは知ってる。こうやって法をこうやってどんどん進めてって、で角とかはねこう斜めに行けるんだよね。だからここら辺に、あ、そうだよ、だから敵陣に入るとなることができる。なっちゃいましょう。あうん、だからこうやって進んでいけばいいんだよね。こう全体的にこう前に押し出していく感じで、もうなんか勝手に来たし、え、ちょっとやめてよ。待って。で、これで筆者でこう王を守る。あ、で、これで王を取る。よし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 、これで角取りましたね。いやいやいや、嬉しい嬉しい。お、ちょっと方は、あ、横にはいけないんだ。ちょっと、じゃあこれ。あーわーわー、なんか取られた。まあ、しゃあない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 。銀は横、うわ、いけない。銀めっちゃ、何こいつ、前に進むことしか考えられないの。全然ダメじゃんこいつ、何の役にも立たない。うわ、なんかめっちゃ取られてる、めっちゃ取られてる。いや、ちょっと気にしないでいきましょうね。うちらはこう全体的に前に進むことを考えてね、いけば。うわ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 、めっちゃ進めてきた。うわ、ちょっとあと一歩、ちょ、銀全然頼りになんないじゃん。なんだよこの銀って。もうちょっとまっすぐまっすぐ。うわ、なんか、うわ、ちょっと横、横行っちゃうやつ来た。うわなんなのこのスマイル。てか、怖っ。目赤いし、ちょっと充血してんじゃないの、大丈夫。じゃあもう一曲やろう、もう一曲。だから、ね、こうやって。このちょっと、さっきね、角をね、急にね、前に行きすぎたのがちょっと原因だと思うから、うん、とりあえずよし、これで壁がね、壁をどんどん攻めていきましょう。うん、迫ってるよ敵陣にね、壁がね、うん、歩という壁が。よし、ここいいんじゃない、いいんじゃない。ちょっとまだ相手が歩を進めてないとこ。よし、これで歩を取れる。取っていいかな。いやいやいや、ちょっと慌てる時じゃない。いや、でも取っちゃっていいでしょ。取っちゃおう取っちゃおう。いいよいいよいいよ、しゃあないしゃあない。うん、ね、一人で死ぬよりはね、こう総裁っていうかね、うん、二人で死んだ方がいいってスプラトゥーンで学んだ。ちょっと角、これは、あ、じゃあ金取られそうだな。ちょっと貨車、これはまっすぐしか進まないんだよね。知ってる知ってる。あ、いいじゃんいいじゃん、来ればいいじゃん。いいよいいよ、大丈夫大丈夫。飛車ちょっとここに埋めとこうかな。うん、いいよ。まだ歩しか取ってないでしょ、銀さんね、あなたね。うん、銀ってこれ斜めもいけちゃうんだ。そうか、角ちょっと戻しておきましょう。うん、たまにはね、戻ることも大切だよね。うん、あ、そうだ、これってどこでも置けるって言ってたよね。え、じゃあさ、ここに置いちゃえばいいじゃん。あそれはダメか。ちょっと無駄に、歩を無駄にしすぎてる気がする。桂馬、あ、そうね、これね、なんか変な動き方するんだよね桂馬ってね。うん、こうやってちょっとこいつはちょっと真剣に考えていきましょう。うん、角ね、今ここで動かしたところって話だから、ちょっと金を、王を守っときましょう。うん、ほら、これでちょっと王を守ってる感出てるよね。いや、ちょっと銀本当にちょっと仕事して、なんでこういけないの本当に。銀はでも横にはいけないんだよね。だからここに行っとけば取られない。いいじゃんいいじゃん。ちょっとなんか俺らの取られた時の、まあいいや。こうしとけこうしとけ。え、しゃあないしゃあないしゃあない。うん、犠牲はつきもの。うん。で、ちょっと待ってね。銀さんも。うわ、なんか飛んできたし。ちょっと何、やめて。うわ、置けねえし。マジか。銀、いいや、しゃあない。金を進めよう。あ、ダメだ、いいかいいかいいか、オッケーオッケーオッケー。うわ、なんか桂馬、さっき俺の桂馬だよそれ。もういいや、ちょ、王手、あ、違う、もう一回王手。え、これは全然王手じゃないや。あ、ちょっとマジか、
全然、あーこれ取れるじゃん、やった、うん、うわ取になった、うわー、あーよしこっち取っちゃう取っちゃう、いえいえいえ、毛馬取ったぜ毛馬で、ここに刺しとけば、あうわなんか強そう、なんか強そうな字、マジか、待って待って待って、銀さん、うわうわなんか将棋のルールってこれだけなんだよね、なんかいまいち納得いかないな、難しいな、うん、ちょっと俺には向いてねえわ。